こんにちは、かけまるです。今日は今まで VAB を買って6月の17日の車でしたっけ、から今までどんなパーツをつけたのかと、今日は見積もり前に見つけてほしいということで、今日はそちらの方ご一緒にご覧いただきたいと思います。はい、こちらがVAB の注文書の方ですね。WRX、AWD2.0、WRX、STI。外装色、注文した、ボディ塗装ですね、カラー。内装色はブラックで大型リアスポイラー付きタイプ。これは形式ですね。で、これです。車両本体価格は384万4800円、値引きが10万8000円、消費税入ってるんですよね。車両店頭引き渡し価格が373万6800円で、付属品が27万3000、あ、カーや27万3320円と、諸費用が40万6521円、お支払い合計がこちらの金額になってます。441万6641円で、これがGVB の下取り価格ですね。192万5000円が下取り価格で、これが最終的にお支払い、僕のお支払い価格で283万1056円です。で、頭が、23万1056円ですかね。で、あとに残高260万をフルローンという形です。これはオプション付属品の一覧内容です。で、こちらが諸費用の内訳ですね。重量税とか、なんか代行費とかいろいろ入って、結局光強すぎて見えないですよね、すいません。40万6521円ということです。これが参考までにGVB の注文書なんですけれども、こんな感じですかね。GVB の時も値引き10万しかなかったんですね。GDA の時はいきなり30万値引きあったんですけれども。さあ、それでは僕が今まで買ったオプション品なんですけれども、GP スポーツのフルマフラー、S1 フルマフラーだけです、とりあえず買ったのは。あとは、そうですね、ドライブレコーダーは前のやつついとったやつですし、レーダーもそうですね、前のついとったやつを買いました。付け回しですかね。ホイール、アルミホイールとタイヤも純正のままです。車庫調は入れてないですね。カヤバのタイプ S じゃない方なので、カヤバのショックアブソーバーです。前にも純正の方で足で山どれぐらい攻めれるのかっていうことでちょっと流してきたレビュー撮影したんですけれども、VA になってからボディめっちゃ硬いんですよ。なので、そうですね、純正カヤバ足とこのダンロップのスポーツMAXX X のタイヤの組み合わせがすごく合っていて、純正のままでサーキット以外でしたらそこそこ走れます、多分。せっかくなのでちょっとエンジンかけてみます。エンジンかけてみますね。すみません、足引っ掛けました。一応 GP スポーツの方は車検非対応ですかね。回すとすごい品のいい音になります。アイドリングの時はちょっと音でかいんですけれど、マスターのブシューっていう音しますね。割れないです、音が。あとですね、ハイビームと HID、 フォグランプ、ハイビームとフォグランプがハロゲンなので、そちらはフォグは HID の2700ケルビンですかね、ハイビームはLED の6000ケルビンぐらいに変えてます。ちょっとつけてみますね。今ハイビームとあれをつけてるんですけどわからないですね、天気が良すぎて。 HID はちょっと黄色っぽい光になってると思うんですけれども、暑いです。とりあえず、交換しているのはこれだけですかね。今日は簡単なんですけれども以上です。あと交換予定は車庫長ぐらいですかね。また車庫帳を入れましたらレビューさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは簡単なんですが知らさせていただきたいと思います。